青首の青いところが胚軸って双葉と根っこの間の部分で、白い方が根っこのが太った部分で、昔の練馬とか三浦みたいな大根はどっちかっていうと全部白いんですよね。白いの昔でそう青いのなかったもんね、そんなに。これはだから多分昔の品種を昔のに近い品種をまいたら、多分この種の中にそのもっと前の掛け合わせる前の大昔のこの赤い、遺伝子のやつが残ってたんだな。辛みがあるんじゃないですかね。こういうことが起きるんだ。